ミッチェル・ジェイムズ・ランゲラックは、オーストラリア・エメラルド出身のプロサッカー選手。J リーグ名古屋グランパス所属。ポジションはゴールキーパー。元オーストラリア代表。名古屋での登録名は、ランゲラック。メルボルン・ビクトリー FC2009 年、メルボルン・ビクトリーユースでプレーする、ランゲラック。2007年、A リーグのメルボルン・ビクトリー FC との間に、 初めてのプロ契約を結ぶ。入団後すぐ、出場時間と経験を得るため、そして、余剰人員の放出のため、ビクトリアンプレミアリーグのサウスメルボルン FC に期限付き移籍した。期限付き移籍を終えると、友人ガレコビッチがアデレードユナイテッド FC に移籍するまで、ランゲラックはメルボルンビクトリーの第3ゴールキーパーだった。 彼のメルボルンビクトリーでのデビューは2007から2008シーズンのシドニー FC 戦で2失点を許し試合はドローに終わった。ガレコビッチがアデレードユナイテッドに移籍し、ランゲラクは第2ゴールキーパーとなった。第1ゴールキーパーのマイケルセオが海外に移籍し、クラブはニュージーランド代表のグレン・モスをウェリントン・フェニックス FC から獲得した。 モスが2090シーズンの第一ゴールキーパーとなり、ランゲラクはレギュラーの座をつかむことができなかった。2010年4月13日、メルボルンはボルシア・ドルトムントによるランゲラク獲得オファーを断ったが、話し合いはまだ続いていると発表した。2010年5月4日、ドルトムントは再びオファーを出すものの、またしてもメルボルン側に拒否された。 ボルシアドルトムントボルシアドルトムントでのランゲラック2010年5月12日、メルボルンがドルトムントの3度目のオファーを受け入れ、ランゲラックはドルトムントと4年間の契約を結んだ。ドルトムント加入後、ブンデスリーが2010から11シーズンにおいて、ランゲラックはクラブの第2ゴールキーパーとなり、リザーブチームではレギュラーになった。ローマン・バイデン・フェラーの怪我での離脱に伴い、 バイエル・ミューンヘン戦でブンデスリーが初出場を果たした。試合は3から1で勝利し、ランゲラクは堅実なパフォーマンスを見せた。バイデンフェラーが復帰するまで、ランゲラクはファーストチームに初めて加わり、DFB ポカール第2ラウンドの1、FC ディナモドレス伝戦に出場した。ベストファーレンシュタディオンでは多数の発煙筒が高かれ、影響が懸念されたが勝利し、 8万人超の観客の前で初めて無失点を記録できた喜びを試合後に、ユルゲン・クロップ監督に見せた。2012年5月12日、ドルトムントに移籍して、ちょうど2年、DFB ポカール決勝戦バイエルン・ミュンヘン戦にて、32分に交代出場した。これは、バイデンフェラーの負傷によるもので、試合序盤のマリオ・ゴメスのチャレンジによる、あばらの怪我が疑われた結果だった。 ドルトムントは5-2で勝利して、カップを手にし、2つのリーグタイトルに加えて、ランゲラクにとっての3つ目のタイトルとなった。2013から2014シーズンでは開幕戦の FC アウクスブルク戦に出場し、4から0のクリーンシートで勝利した。これで、ランゲラクが、ウンデスリーガのリーグ戦で出場した、ここまで7試合すべてで、ドルトムントが勝利したことになる。 2013年9月18日、バイデンフェラーの退場によって、チャンピオンズリーグ SSC、ナポリ戦に出場し、これが、チャンピオンズリーグデビューとなる。この試合で、ランゲラクは、ロレンツオ・インシーニエのシュートを止めようとして、ゴールポストに激突し、前は2本を追ってしまう。2014年8月23日、2014から2015、 シーズン開幕戦のバイエルレバー空前戦において、開始わずか9秒でのゴールを許してしまう。これは、ブンデスリーガ史上最速得点記録で、ドルトムーントは0-2で敗れた。VFB シュトゥットガルト2015年6月29日、VFB シュトゥットガルトへ2018年6月までの3年契約で、完全移籍した。2015から16シーズンは、 バイエルンミューンヘンへ移籍したスベン・ウルライヒの後釜と期待されていたが、開幕前に金足を断裂し、同期に加入したプシセミスワフ・ティトンにー・ GK の座を奪われ、リーグ戦3試合の出場に止まりチームも2部へ降格した。2016から17シーズンはライバルだったティトンが、移籍したことに伴いー・ GK となり、リーグ戦全試合フルタイム出場を果たして1位。 シーズンでの一部復帰に貢献した。レバンテ UD2016 から17シーズンにはこのシーズンに加入したロン・ロベルト・ツイーラーに政治系の座を奪われたことで出場機会を求め2017年8月30日にレバンテ UD へ完全移籍した。レバンテ在籍中には後にカシワ・レイソルでプレーすることになるジローナ FC のマイケル・オルンガと対戦経験がある。 名古屋グランパス2018年シーズンより J1 リーグの名古屋グランパスに移籍。2月24日、ガンバ大阪戦でデビューし、1年目はリーグ戦全試合に出場し、チームの J1 残留に貢献。2019年シーズンより、昨季に引退した奈良崎聖豪が長らく名古屋でつけていた背番号、1番を継承した。2020年シーズン、 11月28日の大分、トリニータ戦では、クラブ新記録となるシーズン14回目のクリーンシートを達成した。12月12日の横浜 FC 戦で J1 通算100試合出場を達成した。12月には、歴代最多となるシーズン17回目のクリーンシートを達成、同月の月間 MVP を受賞した。オーストラリア代表 U-20 に選出され、 AFC ユース選手権2006に参加した。フル代表に招集されたのは2011年3月で、ドイツと戦う1 7ンスクワットと、ホルガー・オジェックに名付けられた一員となった。ラン・ゲラックがオーストラリア代表デビューをしたのは2013年10月12日のことで、フランスとの親善試合においてだった。この試合では、フランク・リベリー、オリビエ・ジルー、ヨアン・キャバエ、 マッティー・ドゥビューシー、カリム・ベンゼマの得点を許し、6から0の大敗を起死した。この試合は、ホルガー・オジェックのオーストラリア代表監督としての最後の試合となり、この試合の結果を受けて、すぐに彼は解雇された。代表としての2度目の出場は、カナダ戦で、ジョシュア・ケネディ、ダリオ・ビドシッチ、マシュ・レッキーの得点により、3から0で勝利した。 2014FIFA ワールドカップオーストラリア代表の23名のメンバーに選出された。2021年5月13日、家族を優先したいという本人の願望もあり、オーストラリア代表からの引退を発表した。代表通算8試合0ゴール。国際 A マッチ8試合0得点。ありがとうございます。